26日午後、兵庫県西宮市の阪神高速道路で観光バスなど少なくとも6台が絡む玉突き事故があり、8人が怪我をしました。事故があったのは西宮市の阪神高速道路北神戸線下り線の畑山トンネル出口の付近です。この事故で横転したワゴン車や乗用車に乗っていた8人が軽い怪我をしました。観光バスに怪我人はいないということです。